カール・フォン・ブラースは、オーストリアの画家である、ウィーン美術アカデミーやベネツヤア美術アカデミーの教授を、務めた。オーストリアのチロル州のナウダースの農家に生まれた。1832年に、インスブルックで学んだ後、母方のおじの支援を受けて、当時、オーストリアの支配下にあったベネツヤア美術アカデミーで1832年から1837年まで、 学び、ルドビー・コリッパリーニに学んだ。1837年に歴史画を描いてローマ留学の権利を得られる賞を受賞し、数年間ローマとフィレンツェで活動した。当時ローマで活動していたナザレ派の画家、ヨハン・フリードリヒ・オーファーベックの作品から影響を受けた。装飾画家、肖像画家として高い評価を得て、1851年には、 ウィーン美術アカデミーの教授に任じられた。この頃、ウィーンのウィーン軍事史博物館の壁画の制作を行った。1855年のパリ万国博覧会にも出展し入賞した。1955年にはベネツィアに移り、ベネツィアの美術アカデミーの教授となった。ウィーン美術アカデミーやベネツィアのアカデミーの学生には、レオポルト・カール・ミューラーやフランチェスコ・ベーダ、 エウジェニオ・プラティ、ジュゼッペ・バリソン、ジュリアス・デルトーレラがいる。息子のオイゲン・フォンブラース、ユージーン・フォンブレイズ、1843から1942とユリウス・フォンブラース、ジュリウス・フォンブレイズ、1845から1923も画家になった。ありがとうございます。